タジオにカターレ富山の大崎純也選手がお越しくださいました。待っておりました。こんにちは。どうもよろしくお願いします。プロフィールを簡単にご紹介しますと、1991年富山市生まれ、はい、各年代の日本代表を経験し、2009年にトップチームでプロデビューされました。これまでプロ12年間の通算記録はリーグ戦243試合に出場、31得点を挙げておられます。サッカーを始めたのはいくつの時ですか？サッカー始めたのはもう6歳ぐらいですかね。年長さんの時ですかね。きっかけは何だったんですか？きっかけは兄がサッカーをやっていて、はい、でそれを見てかっこいいなと思って、僕もやりたいぞと思って、はい、やり始めました。でもそのきっかけとなったお兄さんって、はい、プロのバスケットボール選手になっていくんですよね。そうですね、もともとはサッカーを最初にやっていて、で後々バスケットをやり始めたんで、はい、はい、そうなんですよ。運動神経のいいね、兄弟ということで。そして小学校の3年生4年生の時に富山北 FC に入団します。で6年生の時にはフォワード10番をつけて、なんと全国準優勝を果たすというね。惜しい、優勝まであと一歩いやそれがすっごい試合だったんですよね。そうなんですよ。そうなんです。富山を大いに盛り上げてくれました。ここからのインタビューは私ではなく、その時のメンバーで大崎選手の後輩網谷アナウンサーに交代したいと思います。網谷さん、いやどうなんですか、久しぶりなんですかね。いやもう久しぶりです。もう多分純也以上に緊張してますよそうなんですよ、はい、本当に久しぶりですか？久しぶりですね、めちゃくちゃ久しぶりだよね。覚えてるのいつぐらいですか？僕は、どうだろう、東京で会いました。そうなんですよ、大学の頃に、はい、一度渋谷のハチ公前でそれぞれ別の待ち合わせをしていた時に会って、でたまたまあれ純也って声をかけたら、はい、すんごい不思議そうな顔して誰やこいつみたいな覚えてなかったんですか？ちょっと記憶をたどってあ、三谷さんが辰巳じゃないかってことで、はい、気づきました。辰巳って言って気づいてくれて、はい、あそうだよっていつも応援してるよっていう風に声をかけたのが、まあお互い認識している最後かなとは思うんですけど。そうですね、まずはですね、2人に2003年8月、少年サッカー準優勝した時の、北日本放送の秘蔵映像をちょっとご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。これは県大会の決勝ですね。これが全国大会の開会式ですね。開会式です。辰巳若いねいやこれ決めたの僕です。そうなんです、はい、純也の蹴ったシュートを相手が止めてそれを押し込んだシーン。ただもうこの大会通して主役は純也でしたね。いやーな、何か持ってましたねこの大会は。僕が本当にすごかったね。やっぱり勢いもあったし、本当に根拠のない自信じゃないですけど、なんか勝てるんじゃないかなみたいな感覚は常にありましたね。ここですね、決勝点になった。やっぱこの時からドリブルとスピード、あとシュートっていうのは抜群にうまかった思い出がありますねいやー痺れますねこれは。決勝戦ですよ。そう、はい、甲南南ね、埼玉県のチームとね。そうですね、あの現日本代表の原口元気選手がいるんですけど、抜群にうまかったですね。止められなかったですね。止められなかったですね抜群にうまかった。防戦一方でしたもんね。ただその中でもやっぱりここで打開していったのが我らが10番ですよあとここね、しびれますねこれは。いやもう
多分自分が味方の中で一番近い場所でこのゴール見てるんですよね。はあ、なるほど。こぼれ球狙って詰めてはいくんですけど、さすがですよ、決め切りますから。めちゃくちゃ喜んでたの思い出しましたけど、ここね、延長後半のラストワンプレーでコーナーキックから決められて同点、再延長になっていくんですよね。もう全員が勝ったと 思ったと思うんですよ。だけどやっぱり何かが足りなかったのかなと、また這い上がってこいよっていうことなのかなと思いましたね。泣いてますしっかりと私。当時のキャプテンの、そうですね、岡田レオナ、はい。すごいですね。同じ顔してます。小学校6年生の時からずっと変わらない。純也の顔は変わらない。こうやってインタビュー僕しっかり受け答えできてると思うんですけど、これ教えてくれたのがあの本当木下和也アナウンサーだったんですよね。そうですね、確か研修会があって、そうなんですよ、インタビュー研修があって全国大会に出る前にインタビューの練習しておこうねっていうことで教わったことが生きたからこそのあの素晴らしい純也のインタビューだったんだと思います。そうなんですよ、そんな研修があったんです。だから僕も今こう記者とかにインタビューされる時の基礎になってるのが木下和也アナウンサーのあの研修、まさにそれが今生きてるという。あ、それは懐かしいね。これね、あの2人で写ってる写真がメインなんですけど、あ、はい、決勝でゴール決めた時のこう両手をこう突き上げてる大崎選手と、それを横で見てる私っていう。これなんかすごいよ、これ元気でしょ。そうなんですよね、この1枚に、はい、まあ、3人メインで映ってるんですけど、うん、ボールを追いかける大崎選手と自分、うんうん、でそのドリブルをしているのが江南南にいた今日本代表の原口元気選手。これはすごい写真だ。いや、もう僕の家宝に近いですよこれ。そうだね。だってこれ当時現像しているものを、まあ、この状態で結構クリアな状態で持ってるので。確かに、はい、相当クリアですよこれ。もうこの時のスクラップはもう親も大事にしてて、いろんなこう新聞の記事が。あー、すごいね、本当、うん、だ。それお母さんが作ってくださったの。そうですね、号外も出て、この号外出たの、はい、決勝戦に行って敗れた時のやつなんですけど、号外出たのすごいよね、はい、こうやって読売新聞から号外が出てて、号外はなかなかね、はい、やっぱりここでも大きく映ってるのが我らが純也。それ多いですね本当に。すごいな。いやでも後にも先にもどうなんですか、うん、今小学校のサッカークラブチームで富山で準優勝、はい、ないですね。一応小学校年代では過去最高成績でしたし。だよね、はい、びっくり。そうなんですよ。いや、本当に当時の大崎選手って網谷さんから後輩なわけじゃないですか。そうですね、はい、どんな先輩でしたか。まず常に憧れの存在でしたね、うん、そして常にもう輪の中心にいてみんなを笑わせてくれる、で純也も笑顔っていう感じが印象強いですね。ただピッチの中では誰よりも負けず嫌いだったので、うん、ちょっと怖かったです。大崎選手は網谷アナウンサーのことはしっかり覚えてるんでしょう、はい、あ、覚えてます、覚えてます、もちろん。はい、でもなんかみんななんか その当時はなんか敬語で話すとかっていうのはもちろんなかったし、うん、なんかすごく仲良かったのかなっていうのは、うん、思いますね、はい。アナウンサーになったのは知ってました。あ、知ってました、知ってました、もちろん。もちろん知ってたし、いやもう今じゃね、もう言わずと知れたもう富山県の顔ということで、そうなんです。これはちょっとはい、あの取材にこいこい言ってたんですけど、いや僕から行かないとちょっとこれはなかなか取り合ってもらえないなと思って、はい、そんなことはない、そんなことはないです。はい、足を運ばせてもらった形なんですけど、すいません、本当に本当に。アナウンサーはね、はい、サッカーね、今まあ、コロナでちょっと、はいはい、休んでますけれども、サッカー続けてるよね。あ、そうですね、たまにこう
フットサルとかに通ったりして体動かしてるんですけども、うんはい、まあ、ただやっぱりもうずっとプロで活躍している純也の活躍っていうのはもう常にどこにいても見てました。 ありがたいですね、うん、本当に。だって同じ小学校の時に準優勝したチームのメンバーがプロになるってこれはねすごいことだよね。そうなんですよ、うん、逆にだからこそ何でしょう、自分は届かないなって思ったのも純也の存在があったからで、はい、常にこう物差しになってくれた存在でしたね。もうサッカーを実況する側に網谷アナウンサーは回りましたが、いや当時から大崎選手ってこんなに明るいの？もうずっと空き時間なんてもうずっとふざけてましたよ、もう、ずっとふざけてました。おそらく、うん、はい、そうなんですよ。いや本当太陽のような存在ですよね。いやいやもうありがたいですね、本当に。でなんか吉本目指したこともあった。いやもう全然もうそんなのもう本当に目指すどころか、いやでもね、なんかやっぱり暗いより明るい方がいいかなって。いや本当そう、うん、はい、で富山に戻ってきてくれたじゃないですか、はい、サポーターの皆さんのね期待は大きいと思うんですが、はいはい、どうですか久しぶりの富山は。そうですね、そのまあ年末年始は絶対帰ってきてたんで、まあ、特になんか懐かしさっていうのは感じないんですけど、まあなんかこう常にもうこれからずっと住むわけじゃないですか富山県に、その実感がまだ湧いてなくて、なんで俺この時期に富山県にいるのっていう感覚はすごくまだ今でもあって、なんかまあ懐かしい反面、なんかこう富山盛り上げたいなっていう思いもすごく持ってるんで、どうにかしてちょっとワッとさせたいなじゃないですけど盛り上げたいなって思いはすごくありますね。してほしいですね。ですね、はい、ただまあ今こうしてなかなか取材が難しい状況の中で、まあ、カターレ富山の中の状況を知りたいなと思う方のために YouTube を大崎選手が始めてくれていて、はい、それもまた面白いんですよ。YouTuber になっちゃったんですね。まあ肩書きはいくらあってもいいかなと思いまして。なるほど、はい、だからそのまあ多分視聴者の皆さんとか、まあ、サポーターの方ってこう 表側しか見られないことが多いと思うんですけど、その裏側をあの見ていただくとより楽しいかなって、より知っていただけるかなっていう思いも込めて、うん、あのやってみました。ストレスとかってたまらないタイプなんですか？いやめちゃくちゃあの考えたりとか、落ち込む時はすごいありますね僕も。でもやっぱりなんかその切り替えというか、まあ、落ち込む時は落ち込むんだけど切り替えがすごくうまくなったかなっていうのは自分では思ってます。どうやって発散してるんですか？まあその子供ですかね、やっぱり子供がいるので、子供といる時は本当に嫌なこととかすごく忘れられるんで、やっぱり子供と遊んでる時が一番こうリラックスできる時間というか、うん、まあなんかそのサッカーのことも忘れられてもう無でいられるというかね。はい、2人の子供がいて、2人が、うん、今去年、まあ、息子さんが生まれて、はいはい、どうですかやっぱりサッカーやらせたいですか？いやどうでしょうね。でも僕が俺がもう好きなことをやらせてもらってたから、そこはなんか子供に選ばせてあげたいなって、で子供がやりたいことを俺が応援してあげればいいかなっていう感覚ではいますね。うん、あの少年団のこうサッカーの保護者の方ってもうみんな熱がすごいんですけども、ただもう純也のお父さん特にお母さんは本当に熱がすごかった思い出がありますね。すごいすごいんです本当に。どうすごいんですか？あの僕があの小学校に上がるタイミングは僕サッカーしてなくて、でどうにかお願いしてその少年団に入れてもらったんですけど、でこの少年団はすごく楽しくて、やっぱみんなとできるからサッカーが、僕はずっとそこにいたかったんですけど、母親がいやここにいても上手くなんないからもうその北 FC に行きなさいみたいな感じで言われて、いや僕はもう絶対に嫌だと、ここでサッカーがしたいから絶対に行きたくないって言ったんですけど、もう練習参加でもいいから1週間2週間でもいいから行ってって言って、もう無理やり入れられて、それからあの楽しくてずっと北 FC に行ってるんですけど、そういうなんか僕にとってなんかいい道を常に作ってくれた存在じゃないですけど、常にこうあのチョイスできるようにしてくれた存在ですね。はい、明るい方なんでしょうね。ま、めちゃくちゃ明るいですもうめちゃくちゃ明るいですめちゃくちゃ明るいよねそうですね、うん、もう本当に喋ってるだけでもう大崎選手と同じようにこう気づいたら元気になってるような、そんな感じですね。うん、あの富山で好きな場所とかあったら教えてくださいよ。富山で好きな場所ですか？あのねこれ結構聞かれるんですけど、僕も中学校までしかいなかったんですよ。だから校区内は分かるんですけど、その他の場所ってよく分かんなくて、逆にちょっと教えてもらいたいなって思うんですけど、あります？
何がいいですか？ご飯系とか。あ、ご飯とかいいですね。え、大好物って何ですか？大好物はやっぱり僕ね、うん、魚とか好きなんで。あ、じゃあもう阿弥陀ニケですね。阿弥陀ニケね、はい、はい、なんか大体ここにあるんやろうなっていうのは覚えてます。はい、阿弥陀ニケ、はい、そうですね、新鮮なカニとか、はい、白エビとか出てきますよね、はい、そうですよね、そうだよね、海の近くだもんね。そうなんですよ、はいはいはい、しかも漁師をやってますし、はいはいはい、何よりもううちの父親も母親も純也のこと大好きなんですよ。ありがたいこと、ね、もうそれこそ、まあ、徳島時代で山口、はいはい、栃木とこう移っていって、毎回こう試合で今日純也こうだったぜっていう風に僕に報告してくるんですよ。だから多分自分以上にこう試合を見てたんじゃないかなと思うぐらいに。ありがたいですね。うん、でも本当にこう純也が富山に帰ってきてくれて嬉しい人たちがたくさんいるんじゃないかなと思いますね。そうですね、うん、本当にそういう思いもやっぱり僕は背負って戦っていかないといけないなっていうのは感じますね。今年のカタールどうですかね。今年のカタールですか、はい、どうですかね、まあ、間違いなく上に行ける戦力が揃ってるし実力もあると思ってるんですけど、まあ、勝負事なんで何が起こるかわからないっていうことも含めて、まあ、諦めずに最後まで戦う姿を見てもらいたいなっていうのは思います。でもちろん昇格狙っ、あ、昇格じゃないな、 J2 復帰することを、目標にしてます。はい、監督も変わったんですよね、うん、監督のこう方針みたいなものっていうのは、うん、一言で言うとどんな感じなんですかね。そうですね、まあ、ハードワークですかね。攻守にアグレッシブにハードワーク、まあ、ハードワークかな、走るですね、ラン。はい、かなりキャンプ大変だったって聞いたんですけど。キャンプはそうですね、大変でしたね。大変だったし、走りましたね、はい、休みはなかったです。、はい、休みがないキャンプは結構久しぶりで、僕も12年やってるんですけど、まあ、大体こう予定表パンって出された時に、まあ、2ブレンってなってるんですけど、まあ、大体この感覚的にここら辺休みだろうみたいなのが分かるんですけど、まあ、この辺休みだろうって思っててもそこは休みにならずにずっと2ブレンやってました。はい、初めてでした。まあ、久しぶりでしたね、はい、そういった中でのこうケアとかもやっぱり大切になってきますよね。そうですね、本当にね、この逆にこの時期しかやっぱ追い込めないから、キャンプってそういうもんだし、だ体とか心とかきつい中でもやっぱ次の日も2ブレンあるから、そう寝る時間も10時とかだったりとか、絶対ストレッチャーするとかっていうのはもう毎日やってましたね、うんうん、でもちょっと時間あったら、うん、何をやってたんですか？ YouTube をやってました。あ、そっかそっか、 YouTuber ですもんね。すいません、はい、いや、YouTube の選手チームメイトの皆さんに仕掛けるいたずら、もうね、子供の時と一緒の顔してますよ。まあでも企画自体は辰巳も知ってるんですけど、佐々木陽次という辰巳と同級生の選手がこういう企画っていうか、こういう案があるんだけどやらないかっていう風に振ってきて、あ、それいいじゃん、やろうよって言ってやりだしたんですよ。はい、だあいつもなかなか悪いやつだなと。そうですね、富山北 FC の2大悪ガキがこうやって今カタールを支えてくれると思いますんで。ただまあ富山出身の選手たちも今年多いですよね、はいはい、5人なんですよ、うん、うん、そうそう、どうですか実際そういった雰囲気って。まあそうですね、雰囲気もまあすごくいいし、まあ僕が一番思ってるのはその、まあ、どんなスーパースターを連れてくるよりもやっぱ県出身の選手がこう活躍して得点を決めたりとかした方が絶対に盛り上がるなっていうのは、僕が今まで行ったチームもずっとそうだったんで、やっぱ県出身の選手が活躍することでこう県民が盛り上がるっていう流れができてたので、もう間違いなく、はい、今年は盛り上がるなと、はい、踏んでおります。シーズンに入ったら、はい、YouTube 活動ってどんな感じになる？やりますよ。もちろんやります。うわ、これはね、また楽しみですね。そうですよね、なかなか自分たちには知ることができないものをこう選手が見せてくれるわけですからね、はい、そうなんですよ、うん、新しい像をね、こう築いていければいいかなと、はい、ちょっと網谷アナウンサーも出られたりしますか？もちろん。佐々木陽次選手が、はいはい、食リポのリポーター、ほうほう、ちょっと狙ってますよ佐々木陽次選手が、はい、あ、大丈夫です、IT にならないんで。すいません、そこはちょっと IT にならないんで。結構好きだよね。そうですね、結構ね、こうテレビとかメディアに出るのが、あ、好きなタイプなんだなっていうのはこう昔からありますけど、確かに
純也の方がうまそうだなとは思ってますね。すいません。はい、え、得意ですかリポートも。うん、まあやれって言われたらとりあえずやってみますよ。得意かどうか置いといて、もうこのノリの良さがやっぱりズバ抜けてるんですよね、うん、昔から。ですよね。どこで鍛えたんですか。いや、どうなんでしょうね、でもなんかどうでしょうね、なんかやっぱこういう世界にいるからというか、やっぱこのね、この実力の世界でいる上でやっぱ自分を出さないと潰れちゃうぞと、そういうのを常に教えてきてもらったので、やっぱりこうね、僕なんてっていう選手だとやっぱ10年12年13年とやっぱできないと思うので、長いことそういう部分ですかね、まあ、自分を出そうと、はい、もう今年のカタールに本当に期待しております、はい、ではサポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか。はい、今シーズン J2 に戻るという思いをより強く持って、サポーターの皆さんと一緒に戦っていきたいと思います。そして富山県出身ということもあり、富山をね盛り上げられるように頑張りたいとも思っております。県民の皆さんを元気に、させられるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。完璧なし、もう完璧ですね。完璧ですね。私の方がカンペばっかり用意しててね、ごめんなさいね本当に。本当に。いやいやいや、もうアナウンサーになれますよ。いいですか。枠空いてます。どうしましょう。空きありません。あります。うちの男性アナウンサー少ない。そうなんです。ただこんな怖い新人いないですよ私にとって。もう OK なんで、はい、あとおまけです、はいはい、もう何でもどうぞ。何でもどうぞ。難しいね、うん、気になってるのが、はい、どんな女性と結婚したのかなっていうのを。は、知らないんだ。そうなんですよ。なるほど、うん、なるほど。どこの人。ね、あの四国の方なんですけど、あ、僕が徳島時代に、あの出会った人で、はい、僕がこういうタイプだからってのもあるのかもしれないですけど、僕結構控えめな女性が好きで、そうなんですか、はい、もう私はいいですみたいな、もう私なんてみたいなっていう女性が結構好きで、もうまさにそういうタイプで。そうなんですよ。だからあ、ちょっとこの子いいなと思って、で、まあそうですね、まあ本当ここだけの話、まあ本当にその子がちょっと席を外した時に、うん、僕もちょっと追いかけて、あのちょっとあの今度ご飯行かないみたいな。わ、え、それ1回目の時に、出会いの時に。あ、そうですそうです。わ、早い。はい、もういいな、もう僕のなんていうんですかね、そのもう第五感、もうフル回転でもう。もうビビビビビビビどころの詐欺じゃなくて、あ、すごい、この子だなと思いで聞きに行ってからですね、そっからですね。ここだけの話って YouTube でアップしてる。やべえ。撮られてた。でも喋ったの本当初めてですね、こんな。あ、はい、そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、はい、プライベートでもストライカーですよねやっぱり。ありがとうございます。本当に。ど真ん中でしたね今ね。ですね、こう。嗅覚がやっぱりすごいでしょうね。嗅覚が働きましたね。芸能人に例えると難しいな。芸能人に例えるか、いや、似てる芸能人はね、なんかいないかな。でも動物に例えると猫に似てますね。犬か猫で言ったら猫です。はい、うわ、どんな感じだろう。気になりますね。その辺はちょっとぼやっとさせておきたいですね、はい。手料理とか。そうですね、やっぱご飯はね、やっぱすごく頑張って作ってくれてますね。そのアスリートの奥さんってすごく大変だと思うんですけど、毎食きっちりとよく作れるなと。カロリー計算とか。もう本当にそういうのもしてて、でなんかこうカロリー計算ばっかりしてて、こう同じメニューばっかりだったら飽きるから、味付け変えたりとか、そういうのいろいろ変えたりして作ってくれてるので、これを作られたらちょっと頑張らないと俺いけんぞと、一番大好きなお料理は、一番大好きなお料理は、いっぱいあるけど、いっぱいあるんですよね。いっぱいあるけど、まあでもやっぱりハンバーグとか美味しいかな。はい、ハンバーグ難しいんですよ、柔らかいハンバーグ作るって。あ、そうなんですか。へー、網谷アナウンサーの奥さんも控えめで料理好き。ちょっとやめてよ。いや、やっぱりね、こう常にこう背中を追いかけてきた存在なので、なるほど、恋愛でも自分もやっぱりこう、いや、ちょっと私はちょっとっていうタイプがやっぱり好きなんですよ。なるほどなるほど、うん、似てるかもしれないね。で今話聞いてびっくりしたのが、はい、自分ももう一目見て、あ、この人だ、ビビビビビってきたタイプなんですよ。そうだったの。
そうなんですよ。うわ、似てるね。似てますね。はい、似てます。やっぱりね、富山北 FC の10番を受け継いだので、はい、小学校の時ね、やっぱりこういった部分も真似していこうかなと。なるほどなるほど、そうなんだ、10番を受け継いだんだ。そうなんですよ、6年生の時につけていた。で、僕が6年に上がった時に、うん、そうなんですよね。いつかね、カタール富山の実況を見たりアナウンサーがね、そうなんですよね、したいですね。本当に本当にぜひね。あの、ただね、これはやっぱりカタールさんの方からオファーがないと多分できないと思うので。ちょっとカタールさんいやいや、もうちょっとカタールさんプシュプシュ、ね、僕もちゃんとこう実力が伴うようにこう練習して、はい、ぜひね、大崎選手のそして佐々木選手のゴールをね、しっかり実況できればなと思ってますけどね。楽しみにしております。そうですね、どうもありがとうございました。カタール富山大崎純也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。